すいませんけど、いい加減にしてもらうことってできます?と、思われていると思います。私も、そう思います。夏休み楽しみすぎました。ほんまに、お世話になります。はい。私が夏休みを楽しめたのは紛れもなくピグルのおかげなんですね。うん。おかげなんですよ。これなぜかっていうと、私ね、こう予告なしに10日間ですとか、はたまた15日間ですとか、1週間とか動画を投稿しないことがあるんですね。これ正直に言うと、あります。うん。やっぱ YouTuber としてないですって言いたいんですけど、あるんですね。はい。ですからね、久々のこういう動画投稿、カムバと呼ばれています。もう私レベルになると。うん。やっぱ4日ぶりの投稿とかだと思うんですよ。YouTuber の人がなんか動画載せてないな、最近元気かなとか思うの3日4日ぐらいだと思うんですけど、私は1週間10日などお休みしたりしますので、先ほど申し上げた通り。なので、カムバと呼ばれています。実は呼ばれてないんですね、これ。カムバとは呼ばれてません。私は勝手に呼んでます。うん。やはりそういった時にビグから届く DM っていうのが、外注の連絡みたいな感じなんですよ。取引先にする外注の連絡みたいな感じの DM が届きます。これどういうことかっていうと、動画まだですか?何やってるんですか?とかじゃなくって、あ、すいません、動画頼めます?そろそろ動画って頼めたりとかするんですかね?みたいな感じでね。でも届きます。ほんまにお世話になります。皆さんのおかげで、夏休みスーパーエンジョイできました。ありがとうございます!はい、というわけで、今日のカウマを記念してピグルの皆様にご報告がありまーす。あるんですね、ご報告が。一本の動画にしてもいいぐらいの内容なんですけれども、なんと、こちら側から半分の前髪と、まつげ半分、燃えました。今朝。うん。燃やしてしまったんですね。どういうこと?どういうことですか?と思ってるかもしれないけど、どういうことも何も燃えたんですね。それ以上の説明ができなくて申し訳ないんですけど。火で燃えたんです。私はガスコンロの火を確認する癖があって、横からこうやって、ついてるかなって、ついてるに決まってんのに、ついてるかどうか気になるのよ。だから毎回こうやって確認するんだけど、何を思ったかっけ、私は上から覗いたわけ、火を。ついてるかなって上からパッと覗いたら、ジュッといって、ボッと燃えましたね。うん。今はこのようにね、みんなこう、能天気に報告していますよ。髪燃えました。まつげ半分燃えました。イエーイみたいな感じで報告しているんですけれども、全然イエーイじゃないですね。ボって燃えた当時は燃えたんですけど、ウケるとか思ったけど、実際、面白くないです。何も。うん。危ないとかそういう話は一旦置いときます。危ないし、あと、火傷してないですかって、痛い思いしないですかって心配してくれてる人がいるかもしれないから、先に言っておくんですけど、痛くも痒くもありませんでした。はい。なんですけれども、ウケると思ったわけ。ジュって前髪燃えて、前髪燃えたんでやば、チリチリじゃんって、あんま分からんと思うけどね。結構チリチリしてて。前髪じゃないのよ。被害を受けたのはまつげで。その時はウケると思ったわけ。その初体験だったし、ジューとか言っててやばみたいな。焦げましたけどとか思って。ウケると思ったけど、よく考えたら何も面白くない。鏡を見たらめっちゃ燃えてるわけ、まつげも。最近やっとね、美意識が向上していたの。久々に何年かぶりに。だから、まつげ粉もつけ、髪質改善も生きとか、いろいろやっていたのね。コルギに生きとか、そういうことをやっていたのに、燃えました。人生。というわけで今回は、こちらだらーどんどんどんドンキードンキーホーテーということなんだけど、韓国人の方がいっぱいいて、こちらがアウェイですね、最近は。うん。で、韓国のお客様がね、お客様っていうか、要は店員じゃないんですけども、お客様がね、こう、翻訳機を用意して、こう店員さんに、こう、ありますかね、ありますかねって言って、なんて書いてあるか分かってなかった店員さんね、これ何ですか、何ですかって言ったら、ペリペラティントありますかって言ってたわけ。韓国で買ってもらえますかね?頼みます!それでは、早速紹介していきます。レッチンゴー!まず一つ目、こちらー!たーらーん!クロミちゃんの、なんかさ、折って使えるスタンド鏡みたいなやつを買いました。私今年特になったんですけど、県外に行く機会が本当に多くて、鏡がないホテルっていうのがめちゃくちゃあるんですよ、実は。ホテルに限らず、友達の家にお泊まりとかしに行っても、スタンド鏡が何個も何個もある家っていうのは、そうそうないわけですね。だからもう自分で持ってた方が早いじゃんと思ってこれ買いました。私、田中家の動画とか結構監視してるんだけどさ、あの人これぐらいの小さい鏡
鏡でこうやって化粧するじゃないですか。表面は NG で。NG というよりキャンとできないんですね。やはりこれぐらいの面積がないと表面は化粧できませんので、めっちゃいいなと思って買いました。買いましたとか言うけど、これ、めっちゃ嬉しい。いい買い物した。はい、お次に、こちらー！たーらー！お前のような不器用なやつでも、上巻きできますからっていう商品なんですけどね。これ覚えてる方がいるかもしれないですけど、9点で全く同じような商品を買ってます。過去に。でも使っていなくて、それなんでかっていうと、変換プラが必要だったの。今日韓国の商品だったから、変換プラがないと日本で使えなくて、表面変換プラを持っていませんでしたので、韓国で使えばいいかなと思って、なんかさ、変換プラグで使うのって、なんか割と主流とか、まあ、みんなそうしてると思うんだけど、なんか壊れたりとかして嫌だなと思って。まあ、普通にこれ日本語で書いてあるから、さすがに日本で使えるでしょう。私はメイだと恐ろしの鬼に出演できるんじゃないかっていうぐらい毛量ありますので、普通のことでやろうと思ったらめっちゃ時間かかるなと思ってこちらを買いました。じゃーん！これ日本用のプラグですから。はい、ハラーン、このようになっていますよ。本当にさ、これでできるの ?1、2、3、4で、ごめんしょうさん、まあ5回 ?4 回ぐらいかな。どこら辺か、ここら辺からウェーブしてる人っていうのはあんまり見たことはないですか？それとも、ここら辺からウェーブしますか ?1、2、3、4、5。まあ5ぐらいでいけるんじゃない？で、これ気にしてる人いる？何回挟めばいいんだろうとか気にしてる人はいませんからね。うん。私は個人的に気になってからやったんですけど。まあ私はセミロング。これどれぐらいの長さなんだろうね。知らない。要は美容師じゃないから、わかんないですけど、多分、セミロングよりちょい長ぐらいで、まあ5挟みぐらいでいけますので、ね、まあこう言ってたから気になってる人はいないよねって話。ごめんなさいね、本当に。めちゃくちゃ久々に動画撮るし。うん。余計なことをいっぱい言ってしまいます。すみません。はい。お次に、これ見つけた時めっちゃテンション上がったんですけど、こちらタラー、クロミちゃんのサウナハット見つけたんですよ。たなー、めっちゃ可愛くない？てかさ、私サウナハットっていう存在そもそも知らなくて、割と好きなんですよ、表面サウナ。まあ、2、3ヶ月に1回行きますね。まあ、そうやって好きなんですかって話ですけども、見逃してください。頼みます。まあね、好きで、2、3ヶ月に1回行くんですけれども、サウナハットっていう存在知らなくて、で、被ってる人を見ても何やってんだろうと思ったんですね。ですけど、サウナっていうのは結構髪が傷むらしくて、まあ、普通に考えたらそっかーって感じであるんですけれど。まあ、それを傷まないようにするよーっていうやつです。で、サウナ関連のものなんですけど、こちら、タラーン、ズータクライ、ズータ、何？ズータクライアーキル、さ、ちょっと待って、ちょっと待って。え？だってさ、これ、みんなに今どうなって、って見えてるか分かんない、反転とかしてなかった私と同じように見えると思うけど、ズータクラヤキヨリンサ、サンリオキャラクターズでしたわ。やばくない？サンリオキャラクターズを反対から読んでた。でもさ、普通に考えて日本語って左から読まない？右からだっけ？分かんないですけど、サンリオキャラクターズサウナラブということでね、私にぴったりですよ。うん、サウナラブですので、2、3ヶ月に1回行くということで。これを買いましたよなぁ。サウナ中にこう持ち始めるバッグみたいなやつ。やっぱお水とか入れたりした。他に入れるものあんのかな？いらない気がしてきました。だけど、やっぱりいるかもしれません。持ってる友達見たんだよね。でも持ってる友達いるってことは、いるってことだと思う。だし、売ってるっていうことは、使い勝手があるっていうことだから。うん。まあ水を入れるぐらいしかちょっと使い道は思い浮かばないんですけれども。はい、こちらも買いました。で、ちょっと今、まるちゃんに持っていかれてね、びっくりしてますよ。うん、ずっと服の中をガサガサ探してたら持ってましたからね、まるはこのように。ちょっと一瞬借りていいですか？すいません。借りていいですかっていうか、私がなんですね、これ。だから、あなたに許可を取る必要っていうのはあるのかなって言ったところでありますよ。じゃーん、だらーん、このクロミちゃんのストラップを買いました。これを使うかどうかもわからないのに、これにつけるストラップを買ったんですね、このように。じゃん。でもやっぱり持ち物は可愛い方がテンション上がりますから。このように買いましたよ、ストラップ。全部で、サウナグッズ。あ、私の帽子どっかやったやろ、また。この黒身のみならず。どっかやったやろ、私のキャップ。ありました、ありました。この3つ、3点セットを買いましたよ。福岡ってさ、なんか貸し切りサウナみたいなのあんまりないんですよね。どなたか経営していただくことって可能ですか？ほんで、次にパックを結構買いました。でね、私が今回初めて見たパックがあって、見て。
バセリンのパックがあったの。めっちゃってわけでもないけど、私は乾燥肌なんですよ。なんか保湿してくれるやつが好きで、このさ、バセリンっていうのはさ、保湿するために生まれてきましたみたいな感じの商品じゃないですか。保湿するためだけで生まれてきましたみたいな感じの商品だから、保湿してくれないわけがないじゃないと思って、結構テンション上がって買ってみました。これ待って、よかったら紹介します。おいでたらーん。これアノアで呼び方合ってましたわ。なんか前回の動画でね、アノアの化粧品買って、アナで合ってるか分かんないってずっとグズグズ言ってたんですけど、アナで合ってました。これはね、ピグドルからいただいたんです、パックを。この間それがすっごい良かったのでね、リピ買いしました。で、アナの化粧水良かったら教えてくださいってコメントがちらほらあったんですけど、まあいいんじゃないかなっていう感じ。まあ、よくも悪くも使用感があんまりないので、なんかすっごいこう肌が変わりますか、こうですとかいうのはないんですけれども、使用感がないっていうのは結局私は思考いいのではないかなと思っていて、まあ、荒れることもなく、まあ、なんかすごい、いきなりバーンって良くなることもなく、まあ、使用感がなく、普通に良いといった感じ。で、あの化粧水良かったです。はい、お次にこちらー。びっくりした。2個買ったのに2個しかないと思ったら、2個ありましたー。チルコットの第2、これごめんなさい、読み方何ですかこれ。大人数ではないよね。第入り数、第入数がなんでしょう、知りませんけれども、こんな感じ初めて見ました。この3文字熟語みたいなやつ初めて見ましたけどもね。チルコットのコットンを買いました。これ買った理由なんてないです。コットンが必要だから買ったまでという感じで。私の今コットンが500個ぐらいあったんですよ、以前まで。嘘つきなさいよと思うかもしれないけど、本当に5000個ぐらい混ぜた。それは嘘です。認めますよ。なぜなら、大王、崇拝ガヤですから。それは嘘なんですけど、まあ、500個ぐらいあったわけよ、本当に。でも全部なくなっちゃって、なんだよ、やってられるかと思って、私買いました。以上です。はい、お次にこちら、たーらーん。今日一緒にドンキに行った友達が嘘か本当かわからない豆知識みたいな披露してきて、これ使ったらマジで足の裏めっちゃ剥がれるから、みたいな。さあ、私何回か行ったことあるけど、本当にブーツしか履かないよね、普段。マーチンとか、厚底のブーツ、ガニーとかの厚底のブーツ、酒井とかそういう、もうブーツ、足で悲鳴を上げるような靴しか履かないんですよ。だから、で、くっそ。気にしないで、どうしたのと思ってるかもしれないけど、気にしないでください。もうちょっとね、嫌になりますよね、このように。本当に早口で。何が言いたいかもわかんないので、ずっと喋っちゃって。すいません。ね、とりあえず、その足が悲鳴を上げるようなブーツばっかり履いているんです。だからさ、角質とかもいっぱい溜まってるんじゃないかなと思って買ってみました。で、その友達、足全然臭くない。私、足が臭いって言い張ってましたね。ね。足が臭いってずっと言い張ってて、へえ、臭いんだと思ったんだけどね。匂いもすっきり、かかとの角質をしっとり保湿ということで、足裏角質パック、ごっそりベロンで気持ちいい。5から7日後、驚くほど。5から7!え?聞いてた話と違います。その場で剥がれるみたいな感じで、その場でも剥がれるし、5か7日後に驚くほど剥がれるのか知りませんけど、まあ驚くほどとりあえず足がなんか足の汚いのが取れるらしいから買ってみました。お次にじゃーん、たーらー、めっちゃ可愛くないで、申し訳ない、最初に言っておくんですけど、セーラームーンにわかです。全部で何人いるかすら知りませんけども、これはセーラームーンさんのキャラクターかなと思いますけどね。じゃあ、マイメロちゃんとコラボして、めっちゃ可愛くね?私、ストラップ大好きでさ、しょっちゅう買っちゃうのよ。でも、すべてのバッグにストラップつけてるから、もうつけるとこなくて困ってます感じなんだけど、可愛すぎて買いました。これ買わなかったら絶対後悔すると思って、ぐらいかな。言うことは特にないですね。セーラームーン詳しくもないですし。でこういった時にやっぱりね、怒られることってのありますよ。セーラームーンそんなに詳しくないんだったら、買わないでもらえますかみたいな感じでね、言われることもあります。でもヒョウゴはね、これを開発した人だったら、そんなに知らなくても、可愛いと思って買ってくれたヒョウゴ嬉しい。嬉しいです。やめよう、こういうこと言うの。誰からもさ、何も言われてないのにさ、そうやってね、勝手に被害妄想して、なんかそういうことを言うのは良くないですよ、みたいな感じで言うの、やめよう。やめます私本当に年取ったら老害になると思うんだよね。ずっと喋ってるおばさんみたいな、近所の名物の独り言ばばになる気がする。で今でさえこれだよ、ずっと文句言って運転する時とかも、これに関してもさ、何も言われてないのにずっとそれに対してさ、なんかこうグチ言って、やばいよね。なんかちょっとキモいかも。でね、前からキモいなと思ってたけど、自分のこと最近よく思う。キモすぎないって
でもそういうキモいとか好きって言ってくれる人もいるかもしれないね、もしかしたら、うん、私はキモい人を目指してここまでやってきたわけじゃないのに、なぜかキモい人になり上がっちゃった、はい、これからもどんどんキモくなると思います。止められません、私のキモさへの進化は。ほんでまたこれヤバめな商品を買ったんですよ。でこれヤバめな商品として紹介しようと思ったんですけど、これを普通に可愛いですって普段使いしてる人がもしかしたらいっぱいいるかもしれない。だから紹介の仕方はね、こう結構考えたんですけど思いつかなかったので、私的には結構やばい商品として紹介させていただきます。こちらです、じゃん、マイメロディのブラジャーですね。はい、これに関して本当にコメントがしづらいですね。うん、これ普段使いでやっぱ可愛いと思って、これでも勝負下着でこれつけていくことってありますか。可愛いと思うよ、可愛いと思うんだけど、これ勝負下着でこう好きな男の子と、いやもう今日マジ初夜ですって、あのもう本当に今日ホテルですからみたいな、もうマジ初めてお泊まりしますから、もう邪魔しないで、もう絶対 LINE とかしないで、したらぶち殺しますからみたいな日に着ていきますか。じゃあこれ聞きます、本当に着ていきますかって言って着ていくっていう人がいたら本当にもう言うことはないんですね、正直言いますと。なので、あのそういった時に着ていきませんっていう人しかいないと、会場に今そういう人しかいないという思って言わせていただくんですけど、やばいですこれ、うん、でこれ一緒に行った友達がね、の弟がいるんですよ、その子弟がいて、その弟はこの下着を見てやばいと言っていたと。だからあのちょっと買ってみましたねやばいと思ってやって、私はね、みんなあの私が言われて嬉しい、一番俺嬉しい言葉何か知ってるとか、ちゃんと喋れる、マジでイライラしてきた、最初はキモい長い質問とかだんだんイライラしてきたわ、ちゃんと喋れよマジで。この下着の下りが始まってからずっと何言ってるか分かんないから、お前分かってる、 YouTuber だよな、しかもコメディアンとしてやってんでしょ、そのままだったらあなたハリボテで終わりますよ、ハリボテのコメディアンと言われます、ハリボテコメディアンとして地元でバカにされますよあなたみたいなのは。大丈夫ですか、まつげが燃えて悲しいかもしれない、しょうがないですよ、その前向いていくしかないでしょねえ、しょうがないですか、一時ぐじ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 言ってないでよ、切り替えていきましょうということで。で、その弟がやばいって言ってたらしくて、なんかやばがらせたいなっていう。で、私が一番言われて嬉しい言葉か。一番私言われて嬉しい言葉はシラフなんですね。あの、ドラッグの方じゃないですよ。あの、酒とかそっち系の。そっち系って言ったらまたそれドラッグも含まれるだろうって話になるが。まあ、酒系で。まあ、さ、まあ、言わないって言った。もういいです。もうドラッグも含んでて結構です。あれは絶対もう、生涯やりませんので。はい。心配してる人は一人もいないかもしれないですけど、やりませんので、やってる人も NG ですし。はい。あの本当に嬉しいですというわけで、シラフって言うのが一番嬉しいんですね。あの本当にシラフの時に、まあ、大体シラフなんですけど、であんたそれシラフとか言われるのが一番嬉しいんですよ。だってその人の理解の範囲を超えたことをやってるってことでしょ、私が。でもいつも私はナチュラルで生きているんですね。これヤバがられようと思ってわざとヤバいことをするっていうことはこれぐらいしかないんですよ。こういうのはヤバがられたいなと思ってやってるんですけども、普段の生活でヤバがられたいと思って発言したりとかしてないんですよ。でもヤバがられます。なぜ私がちょっとキモいからです。はい。気持ち悪いから、まあ、やばがられることがあるんですけれども、まあ、そういった感じで、その弟をやばがらせたいなと思って買いましたね。まあ、家でだったらつけれるじゃんということで、可愛いなと思って買いました。どうこれ。どうですか、皆さん今これドンキになりましたので、ぜひお揃いにしたいなっていう方がいたらお揃いにしてください。ひよもめはあの M サイズを買いました。はい、こちら。ぜひ購入してください。お願いします。あの、お会計の時一人でて、マジでちょっと結構恥ずかしかったですね。うん、これ買うんだみたいな、しかも男性の店員さんで、あの人どう思ったんだこのひよまめのこのブラジャー見て、まゆめちゃんの。でもちょっとよくないな、その恥ずかしいとか言うの。いや私のキャラに合ってないから恥ずかしいんだよ。私こんなんじゃん、だってこんなんでこれ買ってたらさ、この人意外とこんな下着つけるんだって、ギャップもいいとか言って LINE 聞かれたらどうしようとかやっぱ思うじゃないですか。だから私っぽくないから恥ずかしいわけです。やばいと思うし、私みたいな女がやばいと思うわけです。はい、以上です。ほいで、もうバカみたいにつけまつげ買いました。お前目玉何個あるみたいな、頭の中に目玉おやじ30匹ぐらい住んでるのかっていうぐらいにはつけまつげを買いました。じゃん、全部ドーリーミンクです。もうドーリーミンクさん本当にお願いします。もうマジで愛してます、ドーリーミンクさん。はい、何をお願いしてるのかっていう話なんですけれども、もう全部お願いします。もう何でもかんでもお願いしますですから今は。私はね、ドーリーミンクのこのシリーズがもう本当に大好き、もう何回でも言ってやります。みんな聞き飽きたやろ。お前がそれ好きなの分かったってと思っとうかもしれんけどね。あのみんながもう嫌です嫌です、こっちチャンネル登録解除してありますって言っても言い続けますから。じゃーん。こちらのライオンとスワンとヒョウのやつがね、一番好きなデザインで、これをね、1,2,3,4,5,6,7,8,8個買ってきました。使っても使ってもなくならないって今言おうとしてたらびっくりした。
すぐなくなるんですよ、これ。2セットなんだけど、私はもう1回使ったら捨てるんで、絶対取れないように海苔を大量に塗るんですよ。これでもかってぐらい塗るので、もうボロボロで使えなくなるんですね。はい。なので、1回使い捨てということで、1、2、3、16日分ございますね。以上です。はい、お次に、化粧品をね、ちらほらちらほら買いました。まずこちら。じゃん。デジャビューかデジャブーか知らないんですけど、デジャビューかデジャブーかって知らないですけどって言いながらね、本当は何なんだろうって探したんですけど、わかる。デジャビューでした。デジャビューの、こちらのね、アイライナーみたいなやつ買いました。これはなんで買ったかっていうと、私結構さ、下のところを黒く囲むのがすっごい好きで、まあ、もしくは目尻だけ。目尻、目頭、真ん中開けて、目尻、目頭とかやるんだけど、でさ、パウダーやってるの。いつもパウダーっていうか、なんだよね、アイシャドウでやってるんだけど、にじむんですよ、一日の終わりぐらいに。もうなくなっちゃってて、結構迷惑だなーってずっと思ってて。うん、このまま持ってはっきり言わせてもらうけど、迷惑でした、今まで。散々、迷惑かけられて。謝罪の一つもない。もう有識自体ですから、これは。はっきり言って。で迷惑だなと思ってて、こっちの方がいいんじゃないかなっていう感じで買ってきました。よくでありますようにっていうことです。ほいで、ちょっとね、眉描き。サナエクセルのこのアイブロウペンシが一番好きですよね。もうすっごい描きやすい。で、自眉毛がね、結構しっかり生えてるので、私は太めっていうか、まあ普通、うん、細いよりは太めのペンシルが結構好きなんですよね。これ自眉毛がしっかりしてるってのは関係あるのかな？関係ない気がするけど。まあ太めのペンシルがすごい好きで、で、今は髪の毛が明るいんだけど、私はね、基本的に黒系が好きなので、まあ今の髪色でもいけるやつと、黒くなってもいけるやつ、2色買ってきました。ほいで、もう一個コスメがあるんだけど、目に入っても紹介したくてたまらないから、紹介します。好きなように行きたいということで、紹介させていただくんですけど、じゃーん。コードギアスのライター。めっちゃ可愛くねと思って買った。これ。危ないか。みんなに火見せたいなと思ったんだけど、みんなこと原始人と思ってんのって感じだよね。みんな火見たことないでしょとか言って。そういうつもり言ってるんではありません。はい。でも、コードギアスのこのライター。今のやばくない？でも、このコードギアスのライターとか言って。いつまで元気でいてほしいな、自分には。というわけなんですけども、こちらのコードギアスのライター買いました。かわいい。はい、でお次ね、次こそコスメの紹介かと思ったら、まだ紹介しません。こちら、じゃん！キティちゃんのマルチリングってやつ。携帯のさ、紐をこうかけられるよっていう、スマホかけられるよってやつなんですけど、さ、携帯をいちいち取り出せないときってあるじゃん。そういう遊びをするときあるんですよ。どういう遊びかいねと思うかもしれないけど。まあ、例えば今で言うとさ、まあ、バーベキューしてるときとか、散歩とかめっちゃいい例だよ。これは。うん。自分でびっくりしてる。ワンちゃんさ、このドッグの散歩行くときとか、わざわざ携帯をさ、ポッキーに入れたら、ポッキーが沈むでしょ。で、こういうようになるじゃん。ズボンのが。ね。脱げるかもという心配をしながら、ドッグの散歩までできません。こちらのストラップを買いました。めっちゃいいでしょ。めっちゃいいかわからん。めっちゃいいかって聞かれると、そんな別にめっちゃ良くはないかもねって言われるかもしれないけど、まあ私的にめっちゃいいんで。うん。それに対して文句やる筋じゃないですね。まあというわけで、はい、こちらを買いました。で、はい、つけま同様ね、お前何回紹介するんですかって話なんですけど、こちらのメディキュットの超高圧力の、これを買いました。これ、本当にいいですから、マジで。さ、着圧スパッツって結構本当に良くって、細くなるというよりはもう、むくみがゼロ。っていう感じになるのね。だから本当の自分の本来の足の細さで保っていただける、そういったわけですね。もうむくんでる時って本当にひどいじゃん。もう見るに耐えない。もう見せないでもらえる、その足もう勘弁してよみたいな。なんですよ、それこそさ、ブーツ履いた日とか本当にやばいの。てかブーツ履いた日っていうか、さっきも言ったけど毎日ブーツ履いてるから、毎日の人か、まあ、その外出する時はもう絶対ブーツだからさ、そういうのが本当にもう NG ですから、こっちは。うん、大事な用がある前とかね、絶対これは履いているんですけれども。これ骨盤まで、こう、グッて履けるやつ。はい。こちらを買いました。ほいで、なんとね、これマジ、エギ革ってわけなんですけど。じゃん。マリオのハテナボックの巣のディスペンサー。しかも泡が星の形になるらしい。泡が星の形になるんだったら、もう手がなくなるまで洗いますよって、もう手がもうこすれて指紋なんてなくなるぐらいまで洗いますって話ですね。トイレに置こうと思って買いました。私さ、こういうのすごい好きで、てか、ハンドソープとかめっちゃ好きで、いっぱい買っちゃうんですね。だからもう置くとこなくて困ってます。なのに買いました、また。バカ豆だから。液体何を入れてるかこれ分かんないですよ。液体はついてなくて、この入れ物だけの商品なんですね。中に何入れてるか本当に分かんなくて、泡タイプ以外はご使用できません。泡タイプ専用ですね。だから泡タイプのやつ入れないといけないんだって、当たり前のこと書いてます。
当たり前のことも書かないとわからないこともありますからね。当たり前のことも書いてくれてありがとうございますって話なんですけれども、まあ、とりあえずこのような当たり前なディスペンサー、当たり前なっていうか、マリオのアンテナボックスディスペンサー買いました。ポイで、最後、もう、コスメ紹介しないで終わろうかなと思うんだけど、もう最後になっちゃったら紹介しましょうがないので。うちヒロインメイクのマスカラ下地。買いました。最近マスカラ下地を全然使っていなくって、てかそういえばマスカラ下地私ずっと塗ってたなって、私的にセザンヌが最強だったの。そっから別に冒険とかもしてなくって、挑戦使ってみようかなって買いました。私ね、つけまつげをつけてもマスカラを塗るんですよ、上から。もうギャンギャンにしたいから。それだったら元から長いやつつければいいんじゃないっていう話なんだけど、それもまた違うんだよね。なんかこう、これぐらいの私は好きなつけまつげの長さにマスカラを塗るっていうのがすっごいちょうどよくって。でなのでね、なのでねっていうか、マスカラも塗るので買ってみました。以上でーす。なんかさ、死ぬほどドンキ行ったのにまだ買うものがいっぱいあって、ほんとすごいよね。ドンキって素晴らしい。やっぱ私も YouTuber だからさ、こうせっかく買い物するんだったらみんなに紹介をしたいわけよ。でもほんとなんていうの、これとこれとかだったら紹介するわけないじゃん。ドンキ購入紹介、これとこれを買いましたとかいう YouTuber はまだ見たことないです。私今度やってみようかな。ま、でもいないじゃないですか、そういうことをする人っていうのは。だって尺もやばいじゃん。これこれとこれ買いましたで、ま、どんだけ頑張って喋っても3分ぐらいだと思うのね、この2つで。だからさ、まあ、願いを込めてドンキに行くわけよ。なんか欲しいものあったらいいなとか、そういうのを願いを込めて行くんだけど、毎回このように欲しいものがあるから。本当に助かってます、ドンキさん。ドンキさん、コラボとかお願いできたりしますか？ほんまに頼みます。もう本当にね、ドンキさんが迷惑だっていうぐらいにはドンキ本当に言ってますので。動いてる、マロ。よし。かわいい足ですね。これ何センチ足？ 5 とか私たちはさ、23とか 23.5 とか24とか 24.5、25、25.5 とかの世界で戦ってるのに、こういった5とかですよ、足。5センチの靴とかないです、申し訳ないけど。まあ、というわけでした。楽しんでいただけたか？久々にピグドルに会えた、本当に嬉しいです。これからも私とたくさんの思い出を作ってくれたらと思います。このような話をしているとき、膝を立てるようなバカ豆がどこにいますかって話です。嫌気がさしますね、自分に。皆様いつもお世話になります。もう夏休みみんな多分終わって学校とか始まってると思うので、まあ、頑張りましょう、一緒に。いつも頑張りましょう、いつも頑張りましょう。そんなこと言いたくない。いつも私も一緒です。多分寝た方がいいよね。もう分かる、もう路列も回ってないし。すいませんね、迷惑かけました。本当今日痛いことばっかり言ってたと思いますので、不快になった方がいたら本当にこのまま持って謝罪させていただきます。すみませんでした。ということで、また次の動画でお会いしましょう。アニョン。早く寝ろー。早く寝るよ。ちょっと待って。こんなことになったの？そうよ。言ってよ。いや言ったとて。水平さんみたいになってるよって。だっていつもしてるじゃないですか、それ顔見て。ダサまめすぎないこれ。まあいいか。うん、いきますよ。うん、お待ちしておりますぞ。だけどそれはいいよ。イオンとかじゃなくて本当にこれなんですから、菅田将暉さんでやってるの。ちょっと違うんかな。それ自分の中に響いた声がってことじゃないですか。違うわ。外に発散してる声は火を起こして。違うわ。だって私が言ってんだから、その私になるじゃろうが。ちょっとあんま変わらない。違う、ちょっと変えますわ、じゃあ、うん、ちょっと変えますわ。形どうします？うん、うわでもね、うわいやでもやばい、須田将暉みたいになってる。なってないか。スクエアで、スクエアで。スクエアします？そう、細スクエアでいいですか？細スクで、うん、長さもあんま短くしたくないですよね。はい、はい、細スクで。もう一回やっていい？うん、月こそは見ますから。月こそは、そう、月こそ見ますから、うん、お待ちしておりますぞ。これマジで見たるとちょ見てほしい、多分、うん、いやあいつガチで似てたんだってなるから、うん、ガチでガチで似てたってなるから。でもまさき須田とは思えない、初めて見た時、うん、とんでもない声優さんがやってるんでしょうよと思って、うん、
したらこうやってやるんですよ。あとなんか友達だしなみたいな違うって、ね、しかもさ、さっきよりもちょっと待って、ちょっとかきむしった、かきむしった頭を、なんで、なんか汗かいてきた。いやでもお待ちしております。これクリソツなよな見た人がこれ聞いたら、うん、いや見すぎじゃろって暴動起きるぐらい見と、これ似てますかってですよ、聞いてみてくださいね。え、聞いてみろっかいね、うん、似てますよね。これ似とるじゃろ、これ眉毛小雪で、なんか今日眉毛昨日言われたよな、なんかお前眉毛どうしたとか言われたんだけどえ、確かになんかしたんですか。したの、何も。え、何もしてないよ。書いた、ヒント、ちょっと書いてるって感じですよね、うん、でもなんかちょっとこれもおかしいなこの辺がこういうことか何でもいいですけど、うん、皆さんぜひ君たちはどう生きるか見てくださいね私のモノマネが似てるかどうか確認してみてくださいよ。よろしくチェンナイスやばー、なんか不気味な気配感じる。君たちはどう生きるか出てきそうグー。